聖武天皇ゆかりの宝物などが収められた奈良市の正倉院では、宝庫の扉を開ける開封の儀が行われました。開封の儀は天皇の使いである勅使を迎えて毎年秋に行われます。今日は勅使の長村淳也侍従をはじめ17人の参列者らが手や口を水で清めた後、封印を解き扉を開けました。宝庫が閉じられる12月6日の閉封の儀までの期間に、宮内庁などによって宝物の調査や点検、防虫剤の入れ替えなどの作業が行われます。なお、宝庫が開放されている期間を利用し、宝物の一部は今月26日から来月14日まで奈良国立博物館で開かれる正倉院展で展示されます。